競馬サバイバル1000。ああもう、ああいいねいいねいいね、ああ48いいぞいいぞいいぞ。明日明後日やれればいいけどな。こちらお知らせです、ということで久しぶりにこのシリーズやっていこうかなと思います。払い戻し金でしかご飯とか飲み物とか買えないっていうやつやっていきたいなと思います。で、今回は1レースあたり1000円。てかね、このシリーズあんまやってなかったですけど、正直当たると思うのよね。だからちょっともう副賞でも買っちゃえばね、すぐご飯食べれちゃうから、ちょっとどうなんっていうね。もう今回もしかしたらサバイバルっていうよりただのもうライフ生活を見せることになるかもしれないですけど、まあその時はその時でね、僕の生活を見てくださいということで、3日間やっていきたいなと思います。ということで久しぶりの競馬シリーズサバイバルシリーズよろしくお願いします。もう5月ですけど、年明けてからあんま動画上げてなかったんで、まあ久々にこのシリーズでちょっとねお茶を濁そうかなと思いまして、やっていきたいと思います。サバイバルというところで自然に来ています。本当はねもうちょい長期で撮りたいですけど、ちょっと3日間しか空きがなかったというか、まあ、3日目もねちょっとあの43畳の撮影があるんで、どうなるか分かんないですけど、とりあえず激アツということで、頑張っていきたいと思います。ということで早速やっていこうと思うんですけど、まあもうちょっとレース始まってて、帯広かな、最初帯広の、帯広の3レースからやっていこうと思うんですけど、ちょっと最初は万栄競馬なんですけど、万栄競馬をやるにあたってもう僕は何で予想してるかって言ったら、もう万栄競馬こそパドック、もうデータ知らん、あのパドックもなんなら見ない、もう見ないというか見るんだけど、本馬場入場みたいなあるじゃん、あのちょっとまっすぐ歩くとこ、もうそこでいいぐらいで、そこ見てあちょっと分かんねえなっていう時パドックを見返す。でこの時便利なのがあの万栄競馬さんの公式のチャンネル YouTube のあれね、巻き戻しできるから、結構ねパドックレース終わった後すぐパドックがあって、で本番入場あって、でしばらくなんか予想のコーナーみたいなとかあったりして、でもうパドックがあってから結構買うまで時間があるのよ。だから結構ゆっくり帰るのよ万栄競馬って。だからもうそこでいっぱい見返す。どんな馬がいいかって言われたらちょっとね口では説明できんけど、まあまあちょっと選んだ馬は映すかもしれないけど、ということでね、ちょっとこう今日はこんな自然の中に来て感覚を研ぎ澄まして、買っていきたいなと思います。というか買ってきました。最初なんでね、1000円分をしっかり当てていこうということで、もういい4番甲州派栄冠の副賞に800円で、48のワイド甲州派栄冠と、なんとゴールドチップだったかなのワイド200円、これで1000円。もうちょっとレース始まるんで、これでいきたいなと思います。とりあえず4が来れば何かしら食えるでしょう。もうすいませんね、なんかねイージーで何やサバイバルやってなりそうだけど、もうこうそういうもんだから、そういうルールで始めてるから、もうこうしゃがない。振るねー、外した時のために振るねー。2歳、受賞もしここもしここ当たるようだったら、あの副賞禁止にしよう、これ以降は簡単になっちゃうからね。これ当たったらこれで、ここ今日だけ、今日のここだけ。おい全然走ってねえぞ。この辺りが先行して前波第一障害を降りています。8位とこいるよ。先行して止まる2番のみ、どうも止まるね。1,2 障害の中間に差し掛かっています。その後3番信頼の翼、並んで4番甲子園栄冠、1番のリックンフィーバー、それから5番の足が大王、8番ゴールドチップ、結構寝るよ。よいしょ、4来た。8も来てる。5寝ろ。いや、5と4で頑張って。7番リベンジャー、6も来ちゃった、8頑張れ。単独で頑張るな、8、いいぞ、4、8来たらでかい。1、2障害の中間を過ぎるところです。結構進まないね、これ。2番のミュが先行しますが、止まります。その後1段。4頑張れ。とりあえず4来てくれたらいいんだよ。いいね。ああ、48、いいぞ。寝ちゃおう。グースカピー。グースカピーで。第4来ています。はい、あざます。OK。で、8来てる。上り。2番、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 2
さあ上がってきた。4番のボラ、4番のボラ、よっしゃ、4番のボラ、止まれよ、止まった、止まった、よし、頑張れ、頑張れ、先頭で2障害下っていきます。8も残った、8も残った、4来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 た、8も来た、8も来た、オッケーオッケーオッケー、よしよし、その2頭来たらでかいって、あー、ちょっと待って、4は絶対来ないかんのよ、4、4、寝るな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 、4、寝るな、あー、はい、やばい、4、頑張れ、頑張れ、頑張れ、3、寝ろ、3、寝ろ、その後ろ3番信頼の翼、4寝るな、3寝ろ、3寝ろ、3寝てくれ、ダメダメダメ、前の頑張れ、4頑張れ、4番のみんな寝る、2以外みんな寝る、2番手、ダメダメ、3番信頼の翼上がってきた、その後ろ5番足が大丈夫、寝ろ、3番信頼の翼2着、そして5番、8が寝た、4も、あーまだ出てるちょっとゴリゴリに副賞も買っていきましょう、そうやろ、ちょっと昼飯食いたいんで、立て続きに今度は川崎10番のね、イニシュンモアがなんか人気で、もうそれに逆らわずに3連弾で、ちょっとフォーメーションで、フォーメーションっていうかね、10から4、7、1、4、7、8、9かなと、一番安いやつだけ300円とか100円ずつ、10から4、7、1、4、7、8、9、8点かな、これで、ね、いきたいなと思います。さっきの当てときたかったな。1話につき2、3レースだと思うんで、やっぱね、1個ぐらい当てたいっすよね。3連単買ったらミスったかもしれない。3連服せよかった。ちょっとよく出した。7打勝つと怖いけど。はい。スタートしました。ダッシュがつかない2番スーパースターマン、後ろから大ダッシュ11番とクオーレカルド。これに並んで7番ピリリ、こちらの方が前に行きます。三輪堂さん、スパート前3頭抜け出して4番、どうだろう、これ900なんだよ、これいけるかな、広がった体勢、4番ラブ&ヨーコ、8番コルチェーロ、外目は12番ブラックバトル、開いて中段後ろ3番光栄第一、5番南関魂、6番のパレスギガンド、続いていくのは9番の四季島、大きく離れて7番のスーパースターマン、最高です、怖いなこれ、71をかわせるか、先頭7番のピリリ、あれ11って、あれ30って11買ってる、いやこれ10届かんぞ、これ7そのままいっちゃうよ、しかも10これ、うわ最悪最悪、キヤセン、これちょっと待って11よ、嘘だろ、キモセン、ちょっと待って、一挙番へ、番へ戻ろう、番へが、あ、ダメだこれ、ちょっともう立て続けに、もうアテント、ちょっと不安なんで帯広4レース2478の馬福ボックス、指揮配分したんですけど、これがね、どれだっけな、27かな、27がね来てほしくない、一番安くなる、来たらこれ他はね、28が多分一番安いんだけど、まあまあいいや、2478のボックスを100円から300円、27が来てほしくないっていうやつ、合図があってゲートが来ました、各馬一障害に向かいます、ほとんど横並び、各馬第一障害登って全馬下りが、外8番の少女先行します、しかし止まって内1番のカーボン鬼打ち、これが続きます、なんだついてこい、なんだついてこい、追うようにして8頭が歩を進めて、前は 1,2 障害の中間です、前2頭の後に7番白鵬へ、さなく6番千勝美春、歩を進めます、しかし止まって、内7手3番ケイロン、5番キラキラ光る、4番グレイス大魔王、そして2番の羽衣ブライアン、一覧です、全馬 1,2 障害の中間を過ぎました、外の2頭が前と言って
8番の釧路王女が先頭で2障害の手前に来ます。前半64秒で来ています。白鵬が2番手、3番手以下も集まって8番の釧路王女第2障害仕掛けます。7番の白鵬へも仕掛けました。さあじわっと上がってきた8番釧路王女、しかし止まって、これを出るな出るな出るな、7番八甲栄が先頭での障害下ります。そして8番の釧路王女、2番手で大障害と、はい、みんな寝ろ、7、8、9、全員寝てる、その後全員寝てる、その後8番ケイロンが2障害取ります。3が起きた、4番グレイツタイマオ、1番ターボボイル、8寝るな、8寝るな、少し間が空いて2番羽衣ブライアン、第2障害下りました。先頭7番白鵬へ残り 30m 切りました。1馬身から2馬身のリード、2番手3番ケイロン、そして8番釧路王女並んで、その後ろ4番グレイツタイマオ、2番羽衣ブライアンやってきました。前間もなく残り 10m、 7番の白鵬へがまだまだ先頭、1馬身半リード、2番手3番ケイロン、2番の羽衣ブライアン、その後上がってきた、残りわずか、7番白鵬へ押し切りました。ワイド変えよ、ダメです、なんだよ。